大粒のぶどうに、りんごや梨、新米も。秋の味覚が売り場いっぱいに並びます。豊岡村の道の駅では3連休最終日の今日も多くの買い物客でにぎわっていました。特に人気だったのがシャインマスカット。もう今日帰ってすぐ食べますよ。楽しみですね。種がなく皮ごと食べられるシャインマスカット。今年は天候に恵まれて甘さも上々で、3連休中は1日400房から500房ほど売れたということです。天候も良かったもんですから、もう20度近いシャインマスカットということで、これ本当に甘くて、逆にね、甘すぎちゃうんじゃないかっていうぐらい、本当に出来のいい、まさに本当秋本番を迎えてきました。他にクイーンルージュやピオーネなども並び、目当てのブドウを買い求めていました。今日何買ったのかな。シャインマスカット。孫たちがブドウ大好きなんで大量に買ってお土産にね。ブドウと梨とリンゴを買いに、はい、そのために2泊3日でこれみんなに配ろうと思って買いました、はい、サンツガリやシナノリップなど和製のリンゴに、南水や20世紀など梨の主力品種も最盛期を迎えています。梨とプルーンとかパリッと食感が硬いのが好きなので南水にします。梨とかリンゴを見ると、ああ秋なんだなって、うん、新米は今月10日から店頭に並び始めました。生産コストの上昇などで値段はやや上がりましたが、3連休中も順調に売れていたということです。今後は松茸の出荷も増える見込みで、南信州の道の駅はまだまだ賑やかさが続きそうです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。